おはようございます。本日もですね、朝散歩やっていくんですけども、また寝坊してましてですね、最近やっぱりどうしても朝が寒くなるとなかなかこう布団から出れずにですね、よくこう寝坊してる、まあ寝坊散歩を今日もやっていきたいなと思うんですけども、まあ今日話すのは2つで、気づけばどん底やったっていう話と、あともう一つが話し方のコツっていうのを話したいなと思います。まず一つ目の気づけばどん底やったっていう話なんですけど、これは、この間僕ら結構夫婦でスシローによく行くんですけど、スシローが好きでよくスシロー行ってて、スシローって多分行かれたことある方だったら分かると思うんですけど、土日とかってめちゃくちゃ人多くて、ほんまにその待合室みたいなところにうわーっとこう家族とかいろんな人が待ってるっていう状況あると思うんですけど、まあそこにこう、まあ、普通にパーティー行った時に半年前をたまたま思い出して、っていうのも何かって言ったら、半年前僕がその鬱やって、で外に出れへんかった時に嫁蔵が、まあ、僕らスシロー好きやからっていうので、スシロー食べに行こうって言ってこう連れ出して行ってくれたんですけど、ぐわーっと人が待ってるところに近づいて階段一歩一歩上がっていって、でそこにこう行こうと思ったら、やっぱりこういろんな人に見られるんちゃうかなと思って、こう正直顔上げれんくて、ずっとこう下向いて帽子かぶって、まあ、不審者なんですけど、その時の状況がパッとこうほんまについこの間思い出して、あそういや半年前ってこう前も見て歩かれへんかったなと思って、その時ってよう考えれば自分がやっぱりこう見られたくないとか、悟られたくない、気づかれたくない、自分はこんなはずじゃないみたいな感じでこう自分を受け入れれんくて、で自分を受け入れられへんからこそこの弱い自分を見せられへんっていうところで、こう下向いて顔を見せんように、もし誰か知ってる人に会ったら困るし、例えば生徒に会っても困ると思ってガーッとこう塞ぎ込んでたんですけど、ようよう考えたらこれ今自分ってこれ以上下もないなと思って、今もどん底の状態やから、要はこれってもう別に受け入れたらこれ以上下がないから上がることしかないし、一歩一歩やることが全てこう成長になっていくっていうか、こうステップアップしかなくて、これ以上下がもうないんで、あ気づけばどん底やなと思って、いい意味でなんかこうステップアップしかもうないんやなっていうのが気づけたっていうのがでかくて、どん底って実は嫌なワードに聞こえるんですけど、逆を返せば上がるしかないっていうか、もう成長しかそこには待ってないとか、なんていうんですかね、いい結果しか待ってない状況なんで、でまあ例えばおみくじいうとこの大凶みたいな、もうそこ引いちゃったらあともう悪いことも起きひんみたいな感じのがあると思うんですけど、ほんまそんな感じやって、まあ、気づけばどん底やったんですけど、まあそういう弱い自分もなんかまあ自分やねんなって思えれれば、怖いものなしっていうかっていうのが、なんかついこの間スシロー行ってる時に、ああ半年前そんな感じやったなって、ほんまにこう誰とも喋られへんし外も出られへんかったけど、まあ、半年後こうやってほんまにいろんな人の前で喋れるっていうか、まあ、画面通じてですけど話できてるから、やっぱ自分を受け入れていかなあかんなって、もちろんそれやからって自分が偉いわけじゃないんですけど、ほんまにそういう弱い自分も改めて出していこうというふうに思いましたっていうのがまず一つ目で、2つ目の話し方のコツなんですけど、まあ、話し方のコツって僕偉そうに話するようなことじゃないんで、あくまでも僕の考えも話はするんですけど、僕の考えだけじゃ多分その合わへん人もいてると思うので、実際話し方がうまいのって誰かなって考えたら、やっぱり現役の先生らが話し方うまいなと思ったんで、現役の尊敬する先生らに何人か話し方のコツについて、伝え方のコツについて話を聞いてきたので、まあ、それもお伝えできればなというふうに思います。まずそもそもこれが正解やっていう話し方って多分ないとは思うんですけど、まあ、僕がやってるっていうかいうことを、まあ、軽く紹介したいなというふうに思うんですけど、僕がやってることは、話をしてるときに話を聞いてる側にもう一人の自分を入れるっていうふうなことを意識してて、まあ、いまいち意味わからんと思うんですけど、まあ、具体的に言ったら、まあ俯瞰で見るというかようにしてて、例えばこう話をしてる中で、あ今伝わってへんなと思った瞬間に例え話を入れて、実はこれって例えばスシロー行った時にみたいな感じでこう例え話を入れたり、自分がもしこれ今聞いてたら、あここ意味わからんなって思うやろうなっていうところで例え話を入れたり、分かりやすく説明したり、もうちょっと噛み砕いたりとかっていうのを意識するようにしてて、自分を俯瞰に置くっていう感じの話というか意識はしてます。特に僕の場合で言ったら話し方に特徴があるわけでもないですし、声がいい声なわけでもないですし、その武器が特にないので、そういう相手の気持ちを読むっていうところが多分自分
はそこで勝負していいかな、多分話ができないなと思ったんで、僕が意識してるコツっていうのはそこです。で、他の先生とかで例えばイメージしてもらったら分かると思うんですけど、体育でめちゃくちゃ元気な女の先生って多分いてると思うんですよ。もう声がキーンって通るような、そういう先生、尊敬してる先生いてるんですけど、年下、1個下で、その先生にもどうやって話し方コツとかあるんですかって聞いたら、声の強弱、まあ、その先生らしいなと思ったんですけど、普段はやっぱりこう大きい声出したりとか、普段こうガーッとこう元気よくいい感じだけど、例えば褒めるときによう頑張ったなとか、これが良かったでって落ち着いて言ってあげることで、その子らもあイメージがこう持ちやすいというか、あなるほどなってスッと入ってくる。一定の声のトーンでわあなんとかなんとかよかったすごい頑張った何してねみたいなんじゃなくて、わあって言うときは言うんですけど、あよう頑張ったなとかって落ち着いて言ってあげたりもするっていうのが話し方のコツみたいで、あなるほどなと思って、僕みたいなタイプには あんまり当てはまらないかもしれないですけど、普段から元気の言い方とかやったら当てはまるんかなと思って、なるほどと思いました。他にはですね、めちゃくちゃ声のいい、声が低音ボイスでおーみたいな感じの声の体育の先生とか、あとなんか家庭科の優しい先生とかもいてるんですけど、まあ、その先生らは共通してたのが話すスピードをゆっくりするっていうところで、確かにこう低音の人がゆっくり話したら、もう多分こうわーって高揚してる気持ちとかも落ち着いて聞ける、ああなるほどってこう聞けると思いますし、優しい家庭科の先生なんかもこう落ち着いて話することで優しさがより出るっていう感じの話し方を意識してるらしくて、なるほどなと思いましたし、あと2人ぐらい話紹介したいなと思うんですけど、諭す系の先生、受け止めてあげれる優しい先生って男の先生でいてると思うんですよ。なるほどなみたいな、わかるでっていう感じの先生なんかは自分の言葉で伝えるんじゃなくて、相手が分かりやすい言葉で伝えるっていうのを意識されてるようで、自分やったらこれが分かりやすいと思ってバーッと喋るんですけど、じゃなくて相手が分かりやすい言葉で話してあげる。例えば幼稚園の子やったら幼稚園の子が分かりやすい言葉で、大人やったら大人でも野球をやってる人やったら野球をやってる人が分かりやすい言葉で野球を入れたりとかっていう、そういうのを意識されてるっておっしゃってましたし、まあ、あとは、まあ、僕のその友達の先生のうちの一人で、聴覚に障害がある先生がいてて、その人はまあ耳も聞こえへんし、まあ、言葉も話はできないんですけど、その人なんかは基本的に話ってできへんけど伝えることはできてるわけじゃないですか。っていうふうに思えば、伝え方のコツって何なんですかって言ったら、やっぱりしっかり相手の表情を見る。もうこれがその意思を伝えるっていうのに一番大事っていうおっしゃってて、なるほどなとかって思ったりしたんで、まあちょっとさらっと紹介はしたんですけど、もうちょっと詳しい話はセカンドチャンネルで話はするんで、まあ、一応こういう感じでいろんな先生に話し方のコツを教えていただいてたので、はい、もし合うのがあれば皆さんも参考にしていただければなと思いました。はい、ということで、まあ今日は朝散歩これぐらいにしたいかなと思います。では見てもらってありがとうございました。